実際ですね、その企業コンサルタントの方に紹介していただいたその企業コンサルタントの方の先生に、個人的にコンサルを受けて、1ヶ月2ヶ月ぐらい、させてもらってたんですけど、まだですね、いろいろ勉強させてはもらってるんですけど、どうしても起業っていうものを実行する段階になるとなかなかもうビビって動けなかったんですよね。実際で今まで小中高大とね、普通に誰もが通るレールの上で生きてきて、今さらそこ降りるって超怖くないですか。でなおかつね、就職してしまえば公務員になったりとかすればサラリーはさ安定してるでしょ。要するにそこで真面目に働いてれば毎月20万30万は入ってくるような生活はもう約束されてるんですよ、入れさえすれば。でも起業ってなるとどうなるかは分からない。もちろん逆に成功してしまえばそのサラリーマンね、サラリーもらってる立場の人たちと比べたらもっと自由度の高いね働き方ができて稼ぎもねはるかに大きいんだけども、それに対するやっぱりこうリスクというのはもう必ずあるわけですよ。でリスクもどういうリスクを背負うかっていう話にはなってくるんですけど、でその時に私は当時はまだ怖かったんですけど、まあ、その個人的にコンサルしてくださってるその先生も一生懸命私のこう悩みを聞いてくださって親身になってくださってるんですけど、どうしても私はそこに踏ん切りがつかない。でそこでまあ、その方がさらにその先生の先生を紹介してくださったんですよ。で、その方は多分40代後半ぐらいだったと思うんですよね、当時。でまあどこだったかな、そこハイアットホテル、東京のハイアットホテルのラウンジか何かでしょう、約束させていただいてお会いしたんですね。でその方はもう普通にいろんな大企業のコンサルをされている方で、で実際にこうもう何億も普通に稼げられている方らしいんですけど、まあ、当時、私が話を聞いた時に、まあ、道草食ったことあるって言われたんですよ。ふとなんか結構丁寧な方とかじゃなくて、結構なんか普通にわーみたいな、なんかこう何も構えずに、ああそうみたいな、なんか先生の方がね、コンサルしてくださった方が、あ こちらがね、ちょっと私が今日、まあ、お話をしてもらいたかった安藤君ですという紹介者も、ああそうみたいな。で、まあ、ずっとね、起業したいとは思ってるんだけども、どうしてもこう踏み出せないでいるんだと、彼が。でどうしても説得してもね、なかなかこう踏み出せないので、もしアドバイスいただけたらと思ってって話をするんだけども、それに対してもうんそうかみたいな、うんみたいな。でおもむろにこう、君さ道草食ったことあるって言うわけですよ。で道草食ったことあ、まあそうですねっていう話をしたら、いや道草ってあれだよって、寄り道とかじゃなくて道の草だよって、俺本当に食ったことあるんだよねって。でそれはもう本当になんか食うものなくてさって、もう道草食って生きながら言ってたことあるよって言ってたんですよ。でその方はその23歳の時にはすでにもう年収6000万あったと。でそういう話をした時に、うわなんかすごいですね、なんでそんな稼げるんですかみたいな話をするんですけど、でもその方は、いやだってそんな当たり前じゃんかと、みんなが遊んでる時に俺一生懸命努力したのってさらっと言われるんですよ。でほーってなるじゃないですか、でわーみたいな。でその時に私が企業に踏み切れないという話にちょうどこう差し掛かって、でその大先生はこうどういう話をされたかっていうと、もう別にね、やりたきゃやればいいし、やりたくなかったらやめればいいんじゃないのって言われたんですよ。でそれは結局誰かが君に起業してって頼んでるわけじゃないじゃないかと、だから君がやりたいんだったらやればいいし、もうやりたくないんだったらもうやめればいいじゃん、ただそれだけの話だよって言われたんですね。でその瞬間にやっぱあーって腑に落ちたんですよ。自分も当時は自分の人生生き方として悩んでいただけで、別に誰かに頼まれてやろうと思ってた話でもないし、逆に言うと親とかには反対されてる立場ですよね。でそれで起業したい、やっぱり自分は自由に生きたい、自由が欲しい。でその時にいろんなことを考えて、今まで生きてきたその生き方をやめるっていうことと、あとはその起業に伴うリスクとかをリアルに考えたときに、どうしようどうしようって悩んだけども、結局やりたきゃやればいいんですよ。やりたきゃやればいいし、やりたくなかったらやめればいいんですよ。たったそれだけの話だったんです。でもそれをごちゃごちゃ考えて、私は自分で自分をがんじがらみにしてた。でそこにさらっとそういう本質を言われたので、私はあーって急に腑に落ちて、
その瞬間にもう、あ、俺やっぱり起業したいって思ったんですよね。でそこからもう普通に起業するために会社を起こすための準備を始めて、まあ、そこから今に至るというところなんですけど、皆さんももしかしたら起業というものに興味があって、でも実際起業ってどうしたらいいんだろうとか、起業をするときにちょっと怖いなって思っている方もいらっしゃるかもしれません。ぜひね、今回の私が大先生に言われたその言葉をね、参考にしてみてください。本当に自分の生き方、もう自分がしたいかどうかで決めていいんだってことに、皆さんも気づいてもらえたらなと思いますので、私の経験が参考になったら幸いです。今回は大先生に言われた起業に対する私の恐怖心を払拭してくれた言葉を紹介しました。